台湾の皆さんはご存じないかもしれませんが、ドーハンは実は売ってないよ。そうなの？スーパーであんま売ってないよ。ここは大須商店街、大須区四角に。食べ放題やりたいんですけど。はい。大丈夫ですよ。はい、お願いします。はい、トロは元々甘さで吸っておりまして、そのまま食べても美味しいです。今が60分間になります。ゆっくりバンバン。40分。はい、頑張ろう。グレープフルーツでマンゴー、ハトムキ、キウイ、ナイチ、コーヒーゼリー、コーヒーゼリーの仙草、仙草のやつ、台湾のやつ、ピーナッツで、キクラゲ、キクラゲ、白いキクラゲ、ハイナナブ、あれ美味しいよ。美肌とか。みかん。みかん。ブルーベリー。頭コンクリート。見て。2枚入ってる。本当だ。ミスかな。私これは1個しかないじゃん。どんどん食べに行くよ。本当美味しい。これ何？シルク？チンジャオ。うん。台湾の夏といえばこれだよ。苦味ある。国産のやつで。スープにして、ゼリーにするやつ。微妙な。センター合わないか。ハトムギさ、日本じゃあんま食べない。そうなの？どう？ハトムギの味はないね。そうなの？ハトムギだけ。一回戦。はい。小籠包みたい。本当だ。行こう。タマコンクリート。深いですね。はい。すごい。さっきと全然違う。いいね。うん。色が違うだけ。うん。熱いでしょ。行きます。マンゴー。うん。マンゴーやっぱりうまい。全部マンゴーいけるかな？なんでいける？うまい。ニモが大好物。二番目に好きなの。うん。美味しい。マグロ。おじさんみたい。美味しい。食べてないの、二つが。これ最近よく食べてる。なんで？あなたは食べてるから。これメインがいいなって。40個。あと10分ある。終わり。喜欢我的影片的人，请订阅我的频道。这边还有之前的影片，还没看的人可以按这里来看哦。